皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作局チャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今日はですね、こういうふうに外からのスタートなんですけれども、今回はですね、ちょっといただき物がありまして、それのご紹介になるんですけれども、はい、ということでこちらですね、はい、箱にはドローンプロとありますようにですね、こちらドローンなんですけれども、まあ、こちらをですね、いつも行っているアモンデセンターの常連さんからちょっといただきまして、でこの、ドローンなんですけど、まあ分かる人には分かると思うんですけど、まあドローンといえば DJI 社のドローンが有名ですけれども、このマビックプロという製品に非常にそっくりなデザインをしてます。はい、当然これはマビックプロではありませんで、まあ、マビックプロの、まあ、クローンですね、そのドローンになります。はい、でまあこれの詳細をちょっと、まあ、調べてみたんですけど、まあこのドローンプロでは全然出てこなくて、この機体のこのアームとですね、アームのところにこのエモーションドローンって書いてあるんで、まあ、その辺で検索をかけてみたら、まあ、どうも e シーンという会社の E58 というドローンが引っかかりまして、まあ、あのドローン自体は、まあ、これエモーションドローンってなってますけど、その E58 でその、まあ、例えばバングッドとかウィッシュとか、まあ、そういうこうアジア系のなんかちょっと怪しい通販サイトで、まあ、5,000〜6,000円くらいで売られてるものなんですけど、そのセット内容が、まあ、その反応によって違うんですよね。まあこれはですね、まあ後で開けますけど、この本体と、まあ、キャリングバッグが付いてるセットですね。その他に、まあ、本体だけだけどバッテリーが3個付いてるとか、あるいはもうフルセット、このドローンとキャリングバッグとバッテリーが3つ付いてるというようなセットもあるみたいですね。はい、まあ、というわけですね、今回はこれをちょっと開封してですね、実際に飛ばせるところまでやってみたいと思います。はい、まあ、開封といっても簡単なもんですね。この箱に入ってるこの大きさがほぼキャリングバッグの大きさだと思うんですけど、はい、箱を開けますと、というわけでこういうふうに、ちょっとねカーボン調のキャリングバッグがあるわけですけれども、これを開けますと、はい、こんな感じで、はい、ドローンの本体と、コントローラーですね、それと、まあ、ここにはあのこれプロペラガードですね、はい、もう入ってまして、でここのチャップを開けると、はい、トリセツ、トリセツと、あとは、プロペラのスペアと、このドライバーですね、ドライバーと、あとは USB ケーブル、これバッテリーの充電用だと思うんですけど、はい、入って肝心の本体なんですが、はい、こちらですね。はい、まあ、見た目はこう完全に、ね、マビックプロのデザインそのまんまなんですけど、まあ、あの決定的に違うところ、それはですね、このカメラですね、はい、カメラ、はい、まあ、DJI の、マビックプロでしたら、ここにあのジンバルのついたカメラがついてるはずなんですけど、これはですね、どう見ても固定式のカメラですよね、これね。はい、まあ、固定とは言っても、一応これ、カメラの角度をちょっとだけ変えられるんですね、これね。ちょっとだけ、この上下にちょっとだけ変えられるみたいです。はい、こうやって、はい、手動ですけど、一応変えられます。ただ、このカメラが真正面と真下はちょっと向かないんですね。はい、だもんで、ちょっと見下ろした絵と、下からちょっと見上げた絵しか撮れない感じですね。はい、うん、でこのカメラのクオリティなんですけど、箱に、はい、思いっきりこう720p と書いてあるので、
まあ、撮れる動画とか画像は多分この 720p ですね、 1280×720 ピクセルの、画像であるというクオリティですね。ちなみに、これはバッテリーここについてますけども、はい、こちらバッテリーは1個だけついてます、はい、で、バッテリーの容量ですけど、まあ、3.7V の 500mAh という容量で、まあ、満充電でおよそ、まあ、7分くらい飛べるという容量だそうです、はい、で本体の下にですね、ここに、マイクロ SD のスロットがあります、はい、ちなみにこのマイクロ SD はついてきません、はいはい、そしてコントローラーですけども、左右にスティックが1本ずつあってボタンが、まあ、いくつかありますけど、で上にこの、なんか Wi-Fi のルーターみたいなアンテナがついてますけど、はい、でこの下側ですね、ここがちょっと引っ張り出せるようになってまして、はい、ここに、スマホを挟み込んで、まあ、あのカメラ撮った時の、まあ、モニターとかにして使うみたいですね、はい、で、このコントローラーは単三冠ネッチ3本、後ろに入れる必要があります。じゃあちょっと電池入れますね。はい、じゃあというわけですね、一応、フライトの前準備はできたんで、ちょっと軽く飛ばしてみたいと思います、はい、でまず、この本体とこのコントローラーのペアリングの方法なんですけど、まず本体の電源を入れます。ここのボタンを押しますと、はい、こうやってLED が点滅するんですね、このカメラに映ってるかどうかはちょっとあれなんですけど、この LED が点滅します、はい、3箇所、まあ、この上が多分これバッテリーのライフのあれと兼用してると思うんですけど、こっちの頭の方の、LED とこのお尻のやつが光ってますね、高速で光ってますね。この状態でこちらコントローラーの、ここにあるスイッチをオンにしてコピピって言いますね。でコントローラーの左スティックを前後ろって入れてピーってなって、さっきまで点滅してた、ランプが点灯に変わりますね、はい、こうなるとペアリングができたという状態なので、この状態からコントローラーのこれですね、この上向いてる矢印、このボタンを押しますと離陸してホバリングをするという状態になると思います。じゃあちょっとそれやってみましょうか。はい、というわけで飛ばす場所は、まあ、こういった、誰もいない何もない、原っぱなんですけど、まあ、ここはですね、昔うちで、お蚕さんを飼育してたんですけども、その時に餌になるクワを、まあ、採取してた元クワ畑があった場所ですね。今はその株も、全部取っちゃって、こういっただだっ広い、広場になってますけど、まあ、ここでしたらね、まあ、誰に迷惑かけることもないかなと思うんで、ここでちょっと飛ばしていきたいと思います。はい、でちょっと飛ばしてみたいと思うんですけど、あの撮影始まる前までは無風だったんですけど、ちょっと風が出てきちゃって、でこのドローンがですね、あの重量が 100g ないですから 96g なんですよね、バッテリー含めてだもんで、ほんのちょっと風が吹くだけで多分相当流されちゃうと思うんですけど、ちょっとね飛ばしてみましょうかね。ちょっとこの広場の真ん中まで行って一応飛ばしてみましょうか。まあ、完全に真っ平らというよりはちょっと下ってるんで、ね、あんまりちょっと飛ばすとことしては不向きかもしれないんですが、まあ、極力水平にしてですね。じゃあ、このコントローラーのこのボタンですね、この上ボタンを押すと、浮き上がってホバリングするはずです、はい、じゃあ押します。はい、これだいぶ流されてるのはやっぱり風の影響があると思うんですけど、今これ連打してるのはですね、
回落ちちゃいましたけど、ホバリングが安定しないときに、ちょっと調整するボタンが、この左と右と上と下があるんですけど、やるものなんですけど、多分これは完全に風に流されて、それが調整が間に合ってないんだと思うんですね。ちょっと汚れちゃいましたね、これね。はい、じゃあもう一回やってみましょう。わかりますね。はい、さっきよりはだいぶ安定しましたけど、降りちゃいましたね。はい、というわけでホバリングするところまでは行ったんですけど、まあ、アーダコーダやってるうちに、どうやらバッテリーが切れちゃったみたいで、もう浮き上がる高さがね、本当にほんの数センチぐらいしか上がらなくなっちゃったりして、最後にはもう完全に、ローターも回らないし、ペアリングもできなくなっちゃったんで、多分バッテリーがもうね、なくなっちゃったと思うんですね。はい、本当にわずかのバッテリーしかないんで、やっぱ天候をちゃんと良くして一発で上がるくらい の風の弱いところじゃないとね、相当影響されちゃうんで、もう一回ですね、バッテリー充電して、飛ばしてみたいと思います。はい、はい、というわけで後日です。はい、ちょっと場所を変えまして、ここはですね、昔うちでお米作ってた田んぼの跡なんですけど、まあ、ここでしたらね、結構周りも木に囲まれてて、風の影響をですね、極力少なくなるんじゃないかと思うんですけど、まあ、こっちはガラキなんで、こっちから風が吹いてきちゃうんですけどね。はい、うん、まあ、とりあえず風の影響は最小限に抑えられるんじゃないかなと思って、ここでちょっともう一回飛ばしてみたいと思います。はい、今日はですね、風はね、まあ、ほぼないんですけど、ただちょっとね、雨が落ちてきちゃってるんで、ちょっとね、早いとこ撮影したいところなんですけど、このドローンなんですけど、電池が昨日ずいぶん早く消えちゃったなと思うんですけど、まあ、そもそも充電がちょっとできてなかったみたいで、この、本体に付属 の USB ケーブルじゃなくて、うちの適当に転がってた USB ケーブルでこう充電したときに、この電池に一応充電中の LED がつくんですね、赤い LED が本来は。それがつかなかったんで、あれこれ本当に充電されてるのかなとは思ってたんですけど、まあ、一応充電されるんじゃないかなと思って、やってたんですけど、まあ、やっぱそれがちょっと充電されてなかったみたいで、付属の USB ケーブルで充電したらそのランプがちゃんとついて、充電終わったらちゃんと消えました。はい、なので、一応バッテリーは今ね、満充電の状態になってるはずなんで、これだったら7分間くらいはね、飛んでいられるんじゃないかなと思うんで、その間にね、できるだけ撮影したいと思います。
はい、というわけでこちらのドローンなんですけど、まあ一応風がないとか弱い状態であれば、まあ結構ちゃんとね、こう綺麗に飛ばすことができたんですけれども、まあカメラの品質に関してはまあちょっとね、まあ 720p なんで、まああんなもんなのかなっていう感じはするんですけど、まあ本当にちょっと遠く、まあほんの数メートル離れただけで、こう Wi-Fi の、 あの電波がちょっと途切れ途切れになっちゃうんで、あんまりこう高くはね飛ばしてこう撮影とかはちょっと向かないですね、これね。ただ飛ばすだけならいいですけど、まあ飛ばす意味っていうのがね、こうやっぱカメラで上からこう俯瞰で撮るというのがまあドローンのね最大の楽しみだと思うんで、ちょっとね、まあ性能的にはまあ5、6000円のドローンにそれを求めるのはちょっと酷なところはあるとは思うんですけど、もうちょっと、ね、遠くまで飛ばせればいいかなとは思ったんですけど、まあそこはもっといいものを買おうということになりますね。はい、というわけで今回はこのドローンの開封とそれからテストの飛行でした。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。